今日は風も強い中でのゲームとなりました。今日のゲームでいうと収穫というところでは監督どういうところを見られましたか。守備という点ではね、非常にそつなく、いい守備が あったと思いますね。3点取った時も、いろんなサインが出てたようですけれども、それを、しっかりと励行したというところですかね。はい、今日先発は、先発ローテ入りも期待される井上投手、最初打者2人で1点取られましたが、その後立て直したようにも見えたんですが、そうですね、今日のピッチングはどうご覧になりましたか。最初の立ち上がりというのはね、ピッチャーにとって非常に難しい、わけでね、そこをまだまだ彼は、若武者なわけでね、もう少しがむしゃらさというかね、でも、練習のものがね、2回、3回、4回とね、出るようになってきて、きましたんで、いい、階段は上ってると思いますね。でも守りに入るんではなくてね、やっぱり常に、攻めから入ったピッチングをするっていうことが彼の中で、必要かなというふうに思いました。そして菅野投手は今シーズン、初実戦ということにもなりましたけども、菅野投手のピッチングというのは今日、このように自分の中で、今日は試合に投げるというそれだけだったと思いますね。無難な登板だったと思いますが、はい。そしてバッティングの方で見ていくと、今日の打順でいうと、1番オコエ選手、2番吉川選手、非常に、そのあたり点も取っていい形に見えたんですが、今日の打順というのは、並びとして、悪くはないと思いますね。バッティングの方でも吉川選手、中田選手、非常に状態の良さそうな感じもするんですが、監督の目にはどう映ってますでしょうか。いよいよ練習のバッティングというものができてますね。いいと思います。そして若手の選手でいうと門脇選手、今日もヒットを打ちましたし、山瀬選手も、しっかり粘ってというところもありました。そういった姿はどうご覧になりますか。いいものは出てるし、非常にこうなんていうかな、食らいつくという点においてはね、山瀬も、門脇もいいもの出てると思いますね。ありがとうございます。はい。